ビッグスタートマニュアル。皆さんはスマートスピーカー使っているでしょうか？俺も最初は Google ホームミニから始まって Amazon Echo Plus を使っていますが、この度 Google ホームの最新製品 Google Nest Hub を入手いたしました。イエイ。スマート家電の手軽さにおいては Amazon Echo Plus が優位ではありますが、 Google ホームも負けてはおりません。そうそう、家電コントロールはハブとの連携が前提にはなるものの、 Google アシスタントの音声認識と汎用性はなかなかのもの。そんなアシスタント搭載製品の新作 Nest Hub、 どんな形状や挙動なのか気になる方も多いでしょう。早速開封レビューを超リアルモノレビューでご覧ください。どうぞ。んじゃあ開けていきましょう。ちょっと暗いかなね。言われた通り、この Google の Nest Hub というものを買ってみました。あれですよね、多分 Google ホームのモニター付きのやつってやつですよね。声にするだけ、一目で簡単。まあそりゃそうだな。よいしょ。ほっほっほっ。ではオープンでございます。いきなりモニターが出てきてる。よい。あー、お、あー、なるほどね、なるほどね。スピーカーとつながってますね、これ。つまりこういう感じに置くんだ。なるほど。で、多分このメッシュの部分が多分スピーカーになってんじゃないかなと思います。ちなみに付属品はこんな感じ。まためんどくさい形してる AC アダプターだよな。大丈夫かな、入るかな。まあ入るか。で、いつもの通りね、 Google ホームミニでもあったんですけども、クイックスタートマニュアル。破れたけど、このカード1枚だけなんだよな。やろー、ちくしょう。非常に独創的な形をしていますんでね、置ける場所もちょっと限られてしまいます。なのでナスの上にでも置くか。こんな感じいいんじゃない、多分。ちなみに後ろにあるのは Google Wi-Fi です。で、後ろにある、いや、後ろにある AC アダプターの差し込みの位置にこれを挿せばいい。はい。おお、早いね、映るの。起動音は Google ホームと変わんないのね。ご利用いただきありがとうございます。開始するにはスマートフォンまたはタブレットで Google ホームアプリをダウンロードしてください。声が同じだ。あ、もうもちろんあるよ、 Google ホームは。あ、出てきましたね、 Nest Hub。まあ、セットアップの方法はあれですね、 Chromecast とか Google ホームと変わんないですね。現在更新中らしいです。ファームアップですね。ちなみにこれ一応デジタルフォトフレームって扱いらしいですよ。
アンビエント EQ センサー、部屋の明るさに合わせて画面の明るさを自動的に調整します。マイクミュートスイッチは後ろ側に、で音量調節はこれどっち側だ、左か、画面左サイドにあるってことですね。はい、終わりました。なんとこれタッチパネルです。 Google Nest Hub へようこそ。このデバイスには Google アシスタントが搭載されています。このように話しかけるだけで簡単に操作できます。自分だけのルーティンを設定して忙しい朝の準備をより効率的に。朝起きたら OK Google おはようというだけで天気予報やその日の予定などを確認できます。タップするとホーム画面が表示され、その日に役立つ情報の確認や動画を見るなど様々なことができます。知りたいことは Google か YouTube に尋ねてみてください。 OK Google、 YouTube でパイナップルの切り方を見せて。ここの画面では家庭中でつながっているデバイスの一括管理ができます。画面の上から下に向けてスワイプすると、家庭内でつながっているデバイスの一覧を見ながら OK Google 何ができると言ってみてください。 Google Nest Hub を使う準備はできましたか？画面の左端からスワイプして終了し、早速 Nest Hub を体験してみましょう。スワイプしろって。ほい、なるほど。たまに投稿してるスクエア画像ですね。なんで俺これこんなものを Google フォトに入れてたんだろう。先ほども言った通り、Nest Hub はタッチパネル操作ができるようになっております。そのため、Hub と連携した家電製品や対応家電は Google アシスタントで喋るだけでなく、モニターからコントロールすることもできます。そう、こんな感じでね。もちろん、声でもコントロールできます。OK Google、ライトオフ。その気になれば、エアコンからテレビまでいろんな家電をコントロールできるスマートスピーカー。それが画面付きとなれば、いわゆる QOL ってやつを大きく向上させることができるんではないでしょうか。あれよ、ネットワークカメラつければね、ネストハブのモニターからも映像を見れるらしいし、使い方はたくさんあるんじゃなかろうかと。これからいろんな機器を増やしていくのがね、これで楽しみになってきました。次はね、何買おうかな。まだちょっと予定してるものはあるんで、もうちょっと先になるかもしれないですけども。